どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いします。こちらね、素材がいっぱいありますね。素材がね、ちょっと細かくはちょっと説明これからしていくんですけれども、どれだっけ、そうなわなわさんからね、なわなわさんからもらったこの水草、ちょっと寄りますね。これで全部じゃないんですけれども、やっぱね多すぎてちょっとねレイアウトいろいろ考えたんですけど、ちょっとやっぱ絞ります。全部を使うのは難しかった、でちょっと絞って、まあこれで全部じゃないんですけども、ちょっと絞って使おうかなと思ってます。で細かく説明していきますと、ここら辺ね、ちょっと見えるかな、ここら辺、これ溶岩石が 1,2,3,4,5 5個ぐらいかな、で、あとはここら辺は、流木はね、カインズホームで2キュッパーだかで形がいいやつがいっぱいあって、それを10本ぐらい買ってきました。あとは持ってたやつ、それとこれね、これこの前いとこの子供たちと一緒に河原に行った時に、採取してきた多分モス、すげえそいつだけはドブ臭いけど、ドブの匂いがしますけど、ここら辺で、採取してきたやつはもう1週間も経ってないか、いろいろ変な生き物いたんですけど、あらかたは片付けた、で作る水槽はこちら ADA の60センチ水槽に作ろうかと思います。でまあ多分明日あげるのかな、明日これを取って、まあ多分この前に多分あげてると思うんですけど、 ADA のアクアスカイがいきなり壊れて、本当は ADA セットでやりたかったのに壊れて、今は、水作の、ライトにを上に置いて、なんちゃって ADA にしてあります。なんちゃって ADA にします。はい。で、使うソイルはね、ちょっと、ピント合ってるかわかんないですけど、アマゾニア使います。アマゾニアのね、ツールが、普通のタイプだと思いますね。細かいやつじゃないやつ。どうなるかわからないけど、アマゾニア使います。そして、にもかかわらず、私はこれでろ過をします。最弱とは、そんなね、そんなこと言えないですけど、一応ね45から60センチまで使える、これを使うと。でヒーターはこれ、テスラの26度シーンですね、サーモスタット付きのやつ、サーモスタットが冬のタイプで、素材はこれ、素材はこれらなんで、ちょっとやっていきたいと思います。ということで、こちらの水槽にこれからセッティングしていきます。でまずはじめにね、今私のお尻で全然見えないんですけど、フィルターをね、まずのフィルターの場所をまず決めるっていう形ですね、で同じくヒーターの方もセッティングして、どこら辺がいいかなみたいな、でなるべくねやっぱこれらを隠したいんで、まずはこのフィルターをセッティングと、で次持ってきたのは大きい石ですね、でこの石をメインじゃないな、この石でフィルター類を隠すと。で今高さがやっぱ低かったんで、少し上げとこうと思って、流木をちょっとかませてみました。で、溶岩石なんで軽いんですよね、軽石、だから、そんなに重くないんで、セッティング楽ですね。で今いろいろ大きい石をもう一個持ってきて、バランス考えながら、でやっぱ先ほどの大きい石高さが足りなかったんで、もう一個下に石を挟んで上げ底にして高さを出してるっていう形ですね、で長細い溶岩石をさらに真ん中に置いて、ちょっとこれ正面からだと分かりにくいですけども、斜めに置いて立体的に入れてます。んであとは流木ね、
流木11本かそこら辺あったんで、そこら辺で、なんとかその流木のなんて根っこがこう石からね伸びているというか、うん、石の隙間から生えているっていうのをちょっとね、まあまあよくあるやつなんですけど、表現したくてやっていると、うん、まあ形状がいろいろあるんで試行錯誤してしながらやってみました、うん、で、ある程度固まったなと思ったんで、はい、アマゾニアを入れるようにしてますね、うん。まあ一回ね、この撮影する前にある程度位置は決めてあったんで、はい、そんなに迷うことなくやってるんで、これだけ早くっていう形になっています。で、ソイル入れるのってちょっとこれで合ってるか分かんないんですけれども、500のねペットボトルをちょっと切って、はい、で入れています。うん、まあ、500のペットね、ちょっと柔らかめのペットボトルだったんで、はい、少し加工しやすいやつをやってますね。で、取ってきたウィローモスみたいのを今、セッティングしてますね、うん、これはただ置いただけですね、うん。で、ナーナさんから、もらったクリプトコリね、これ大株だったんですけども、ちょっと分けさせていただきました、うん、ちょっとね大きいやつだとね、この60センチでももうね、いっぱいいっぱいになっちゃうんですよ、1本やるだけで、うん、だからちょっと少しだけね分けて、はい、でサイドに配置していると。で真ん中に、石と石の隙間があったんで、そこにスポンジを詰めて、そこにソイルを、引き詰めて、でそこにも、クリプトをセッティングしたっていう形になってます、うん。で、あと細かいのもね、サイドとあと流木の間とかそこら辺に、挟み込むような感じで入れています、うん。あった、ブセファランドラとかもね、ハイグロヒラとかかな、そこら辺も一応、セッティングしてますね、下の方に、うん。で溶岩石がねちょっと色が暗いというか濃いというか、で全体的にもちょっと薄暗かったんで、他の水槽から持ってきたミクロソリウムの、目ですね、はい、目をちょっと小さいやつを配置して、少しだけね鮮やかな緑を追加しているという形になっていますね、うん。でまあやっぱレイアウトを大胆にやった方がなんかいいなっていうの私もそんなにいろいろ本とか読んでやってるとか やってるわけじゃないです。60センチもやったの初めてなんで、60センチでちゃんとしたレイアウト水槽ってやるの初めてなんですけど、まあ、何がともあれでかいやつをゴンゴンと置けばそれなりに見えんじゃねえかっていう、はい、そういう思いで、はい、昨日でやったって感じですね、はい。で水今入れていますけれども、水はね一回ナナさんから届いた後にずっと保管した水でを継ぎ足していますね、うん。でフィルターを今回してろ過を始めたところですね、うん。でアマゾニアやっぱ栄養系のソイルなんで、これからどれぐらい白濁りするのかが分かんないなと思って、うん。なんで、ちょっとまあひ弱なろ過でどうしようかと思うんですけれども、はい、一応リアル的にはこんな感じで、はい、やってます。はい、でこちらがですね1日経った映像になっておりますね、うん。まあ、一応サブフィルターでスポンジフィルターをセッティングしたのと、アマゾニアからね初期で大量に栄養が流出する可能性があったんで、アマゾンフロックピット浮き草を、入れています、うん。で少しはね少しだけ整えたかな映像の後に、うん。で、はい、このウィローモスね、取ってきたやつ、近くの川で自生したやつなんですけど、カメラで見るとね、結構、
今映像で見ると緑が綺麗だなって感じですけど、実際のね目で見るとね若干ねくすんでる。だからまあこれからどうなるのか。しかも自生してるやつなんで、あの枯れる可能性もありますよね。うん、で水温がねめちゃめちゃ低いところ、多分ね10下手すりゃ10度ぐらい、うん、15度とかぐらいだと思うんですけど、すごい冷たい水のところだったんで、だからこの水素環境で果たして育つのかっていうのもあるんで、まあもし育たなかったらちょっと違う水草にちょっと変更していこうかなって思いますね。あとはうん、ナナさんからもらってね、クリプトコリネ一応中心と端とこの奥の方にもね、うん、でまあやっぱね大きくなってくると思うんで、まあ分散させてね、で大きくなって存在感があるような形、うん、になってくればなーっていうですね。あとまあ今ね水草前園草はねほとんどないので、うん、前園草、前景草か、前景草がほとんどないんで、なんかそこら辺をうまくこれからちょっと仕入れるかなんか知っていこうかなみたいな感じですね。せっかくアマゾニア入れたのにね、うん、なんか植えていければなと思っております。はい、で、生態はね少し落ち着いてから入れようかと思います。予想だと多分苔がすげえ蒸してやべえ方向になってきて水質もやばくなってっていうちょっとアマゾニアがどれぐらいなのか分かんないんで、はい、ちょっと様子見て、はい、1ヶ月ぐらいもしかしたら入れないかもしれません。まあ我ながらまあまあよくできたのかな、ちょっとこれからかもしれないですけれども、ああ、まあちょっと維持で、これもう底面フィルター使ってないんで、まあ、長期維持して、え、どんどん変えていこうかな、大枠は変えていかないんですけど、もっとね進化させていこうかなっていうふうに思っていますので、え、これから、この様子がねどういうふうになっていくかっていうのを、ご覧いただければと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、拙いレイアウトで申し訳なかったんですけれども、今後もねこの水槽どうなっていくか気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと今回の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、コメントどんどんいただければ、できる限り翌日までに返答させていただいてますので、よかったら、よろしくお願いします。ということで、お送りしたのは私朝日でございました。じゃあ